チャイナレイクモデル、またはチャイナレイクポンプアクショングレネードランチャーは、アメリカ合衆国で開発されたポンプアクション式グレネードランチャーである。シールズ上の配備を想定し、チャイナレイク海軍武器センターの特殊武器研究所で開発された。当時、アメリカ軍で採用されていた M79 と XM148 の2種のグレネードランチャーは、 信頼性こそ高かったものの単発式で、また、試作型の連発式、グレネードランチャー T148E1 は、非常に信頼性が低かった。こうした背景の中、チャイナレイク研究所では、新たな連発式、グレネードランチャーの設計を開始した。その結果、開発されたのが、チャイナレイクモデルである。チャイナレイクモデルは、 筒型断層に3発の 40X46mm グレネードを保持し、これに薬室内の1発を加え、合計4発のグレネードを即射することができる。熟練したい手が用いた場合、初弾が着弾するよりも先に4発目を十分な精度で発射できるほどに即射性が高い。銃本体の金属部品には主にアルミニウムが用いられているため、大きさの割には軽量である。 ただし、変形型のグレネードを用いる場合には、装填不良が発生することが多い。消紋は M79 と同様のリーフがダアイアンサイトで、小整は固定型の正方形のノッチである。照準距離は消紋を倒した状態が75メートルで、消紋を起こすと100から400メートルまで25メートル刻みで変更できる。チャイナレイクモデルはシールズ向けに開発された装備だが、 海兵隊武装偵察部隊や陸軍の第五特殊部隊グループでも一部で使用された。生産数については異なるいくつかの数字が残されている。20から30兆程度が製造されたとする資料の他、わずか16兆のみが製造されたとする資料もある。製造番号50番の機関部も見つかっているが、それらが実際に組み立てられたのかは不明である。 シールズに詳しい歴史家のケビン・ドッケリーは少なくとも22条が組み立てられたことを海軍の記録の中から突き止めている。現在、海軍では3丁のみを保管している。チャイナレイクモデルはしばしば誤って EX-41 やチャイナレイクネイティックとも呼ばれる。EX-41 はチャイナレイクモデルの設計を参考に1980年代半ばに なってから新たに設計された別のグレネードランチャーである。EX-41 自体は設計案に止まり、試作も行われなかった。チャイナレイクネイティックという名称も実際に用いられたことはない。チャイナレイクモデルは特殊部隊向けの装備であったこともあり、公式な採用は行われず、また正式名称も付与されていない。そのため、 シールズでは開発した施設の名前からチャイナレイクグレネードランチャーと呼称していた。現在、チャイナレイクモデルは4丁の原存が確認されており、いずれも博物館に展示されている。フロリダ州フォートピアース内のユットシール博物館には製造番号4番が、ベトナムの戦争小生博物館には製造番号13番が、ワシントン DC の米海軍博物館には、 製造番号2番が展示されている。最後の1丁はクレーン海軍水上戦センターにて保管されているが、通常は一般公開されていない。ありがとうございます。